こんにちは、公益財団法人初段院評議員、初段院展審査会員の桑山義魚です。今日は初めての書道の講師を担当させていただきます。今回の講座は小学生や小さなお子様たちに書道を教えられている方を対象とした書道講座を行います。第1回は書道用具、点の打ち方、横の線、縦の線を解説します。実際に小学校で書道を始められた2人の生徒さんと一緒に講座を進めていきたいと思います。第2回では右払い、左払い、第3回では実際に日本という文字を書いてみたいと思います。それでは始めます。それでは書道用具の説明をさせていただきます。市販されている初めての小学生のお子様たちが使用されている道具のセットはこのような形で、これが基本的な用具のセットになります。まず筆ですが、茶色の毛、白い毛とあるわけですけれども、大抵小学生はこの茶色の毛、馬の毛の方が弾力が効いて描きやすいので、この馬の毛を使用する方が多いかと思います。下ろし方はいろいろなパターンがあるんですが、私は全部下ろすことを奨励しています。このぐらいの長さでしたら全部下ろして描いた方が、描きやすいかと思います。で、最初に先ほど固めてあったと思いますので、糊がついています。なので最初はちょっと軽く水洗いをした後に描かれた方がいいかと思います。売られている際についてくるこのキャップは捨ててください。これにまた使った後入れますと、湿気でカビが生えてしまいますので、これは使用しないで捨ててください。で、筆はこのような状態にして使います。じゃ、続いて小筆の説明に入ります。小筆は今度は全部下ろしてはいけません。3分の1程度を下ろして使うことを指導してください。そして小筆は、穂先が傷むと悪いので、キャップは使用してた方がいいと思います。ただしやはり蒸れますので、ここの上部の頭をハサミでカットしておくといいかと思います。で、こちらは文鎮になります。紙を押さえる際に使うものだというふうに教えてください。こちらが硯になりますが、最近の書道用具セットの硯はこのように石ではありません。プラスチックになっています。で、炭も一応セットとしてついてくるのですが、するという事業がほとんどされないので、結局はこういうプラスチックのものに石から変わってきたかと思います。なのでここで登場するのが墨液になりますが、墨液を使用する授業がほとんどになります。炭でする授業はなかなかプラスチックですといい風にすれませんので、ちょっとこの炭は飾り的な要素にしかなっていません。で、プラスチックの硯、裏も使えるような状態になっています。裏面だと多く墨液が入れられて、ここで筆を鳴らして使うような仕組みになっています。それでは実際に書いてみたいと思います。生徒さんたちにはこの墨液を入れたところを海と教えてください。で、この平らなところは陸、丘ということを、教えてほしいと思います。で、筆の持ち方ですが、このように2本指が見える状態を双光法と言います。人差し指のみが見える状態を単光法と言います。で、よくこの辺を持つ生徒さんがいらっしゃいますが、こういう筆の場合はこの黒の部分に
指がかからないところが正しいよということを指導するといいかと思います。で、墨のつけ方になりますが、最初はたっぷりめつけましょうと指示しましょう。そしてちょっとこう伸ばした時にタラタラ垂れる、これはつけすぎだよということを教えてやってください。で、丘の面で調節をして、そしてもう一度立てた時に落ちない程度、これが一番いい墨の含み状態になっています。はい、続きまして、それでは筆の入れ方、点の練習をしたいと思います。こちらが半紙になりますが、生徒さんに触っていただいて、つるとつるとザラザラのところがあるということを感じさせてください。そしてつるつるの方が基本表だよということを、教えてください。で、筆の入れ方と姿勢ですが、姿勢はこう力を入れずにふっとこう姿勢よくするという感じがいいかと思います。左手で紙を押さえて、でここに卵が1個をこう軽く挟むような軽い感じで、肩の力は抜いて、はい、このような形がいい姿勢になります。で、筆の入れ方ですが、最初何も言わないと、生徒さんたちはきっとこういうふうに筆を入れると思います。こう、だいたい45度だよということを教えてやって、45度がわからない場合は時計の10の位置ぐらいに筆を入れて、そして同じ力で引っ張ってみましょうというと分かりやすいかと思います。さらにもう少し分かりやすくするためには、45度というのはおおよそのことなんですけれども、じゃあしっかり45度で書いてみようという際に、半紙をこのように折りまして、45度の、線を作ります。じゃあこの線に乗せてってみよう、筆を置いていきましょうという指導をすると、生徒さんたちは分かりやすいかと思います。じゃあちょっとやってみますね。今ここに線がつきました。はい、丁寧に置いてってねということだけを言って、はい、このような形になります。で、あとはこの筆の入れ方で同じ圧力で、横に引いていけば横の線ができるし、縦に引いていけば縦の線ができるよということで、ここからまたつなげて書いてみましょう。ここから同じ圧力で持ってって、はい、静かに止めます。じゃあもう一本いきましょうかね。ここから同じ圧力でいって静かに止めます。縦の線も同じことです。ここからまっすぐ、縦の線も横の線もそうですが、手首で書かないように指導してください。腕で書く、もう一度腕で書く、手首で書くと、じゃあどうなるかというと、こんな感じになりますよね。こう絶対ねじったりしないということが必要です。縦の線も、手首で書くとどうなるかというと、とっても書きにくいわけですね。こうやっちゃうとね、この辺で終わってしまいます。どこまでも続く縦の線を書きたい場合は、やっぱり腕で、体でぐーっとこう持ってくればどこまでもいけます。こう体で書く、腕で書くということを、ワンポイントアドバイスで言うと、生徒さんも分かりやすいかと思います。